僕の視聴者の方でも初めてねこれから脱毛サロンオープンするとかこれから脱毛を勉強したいっていう方も非常に多いので技術指導をねしてくれるっていうのは非常に嬉しいと。人生にメンズ脱毛、こんにちは、かちょちょです。今回は脱毛器のランキングということでですね、7つの中からベストとワーストで3つ取り上げていくっていう内容になってるんですけども、今回は特典編ですね。購入特典に関してベストとワーストをね、つけていきたいなと思うんですけども、ノミネートしているのはネクステ、キューブデュオ、エルミックス A9、ダイエンス2、バイマッハ、クリエスピー、エピムーブさん。この7つの中からベスト3、ワースト3を決めていきたいなと思います。特典編なんで、これはね、僕が開業するにあたって、この特典はすごくいいなと。僕の独断と偏見でこれはね、決めてますので、解説しながらね、ご紹介していきたいと思うので、ぜひ最後までご覧いただいて、ご参考いただければと思います。脱毛器の購入特典編で、まずワーストからいきたいなと思います。ワースト1はですね、ダイエンス2とクリア SP さんで、なしです。なしっていうか多分あるんでしょうけど、僕が一応電話で問い合わせを各業者にはしてるんですけども、購入特典何かありますかということで、まあ、ダイエンス2さんとクリアスピーさんに関しては、まあ特にないよということを呼びました。交渉していく上でね、特典あるのかもしれないんですけど、一元さんの僕が電話した時はこういう感じだったので、一応ホームページとかもね、見たんですけど、購入特典なしっていうものが見当たらなかったんで、一応今回ワースト1にさせていただいてますということで。第2がですね、キューブデュオさんですね。2代目からOEM ができるという特典があるんですけども、これに関しては、まあ脱毛器2台買う人もなかなかいらっしゃらないので、あと OEM って言ってもそんなに必要ないかなと思うんで、まあ特典感はちょっと弱いかなと思ったんで、僕はちょっとワースト第2位にさせていただきました。ワースト第3位、ワーストの中ではいい方ってことですね。が、レミックス A9 ですね。コンサルの担当がつくみたいな。特典がありまして、会議のサポートをねしてくれる人が担当者がね多分つくと思うんですけども、この辺はどれぐらいのレスポンスでどれぐらいまでね深いところまでやってくれるかわかんないんですけど、ルミックス A9 さんって本体は非常に高いんですけども、マーケティングに特化してると思うんで、ルミックス A9 のブランドを買うっていう感じですよね。なので担当者の方からの特典としては、マーケティングの仕方とかルミックス A9 っていうブランド力の売り出し方っていうのがね多分伝授されるんじゃないかなと思うんですけど、不透明な部分があったりとかブランド力に頼るっていうのは僕はあんま好きじゃないんで、このランキングにさせていただきました。次はですね、ベスト3を発表していきたいと思います。第3位がバイマッハさん、半永久無料コンサルということで、これもね多分ルミックスさんと近いと思うんですけど、バイマッハさんの営業さんってすごく仕事ができる方が多いという噂を聞いてまして、コンサルもね開業のサポートとか開業後のこととか、まあ、半永久って書いてあるんで、実際にオープンしてどうかっていう部分とかもサポートしてくれるんじゃないかなっていうところが魅力的だなと思って、今回ベスト3にさせていただきました。まあ、ちょっとね本体代高いのが非常にネックなんですけども、これぐらいね半永久コンサルみたいな歌い出しができるのは非常に心強いんじゃないかなと思います。そしてベスト2第2位ですねはエピムーブさんですね。こちらは特典として技術やコンサルのサポートっていうのがありまして、僕がすごいいいなと思ったのは技術のサポートをしてくれるっていうところが非常にいいかなと思って、結構僕の視聴者の方でも初めてねこれから脱毛サロンオープンするとかこれから脱毛を勉強したいっていう方も非常に多いので、技術指導をねしてくれるっていうのは非常に嬉しいというお声をたくさんいただいてます。こういう技術指導をやりますよっていう特典を打ち出しているところが非常に少なかったので、他でもねもしかしたらあるのかもしれないんですけど、エピムーブさんはこれ売りにしてて、特典としては僕は有益だなと思ったんで、今回エピムーブさん第2位にさせていただきました。そしてベスト1第1位ですね。第1位はネクセです。自分で言うなっていう感じなんですけど、で僕の場合は無料特典と有料特典とありまして、無料の方はですね購入者の方のサロンを僕がホームページを見ながら解説をするっていう動画を作成して、カチャショーの YouTube でアップをするということになります。これに関してはやっぱすごく好評というか、脱毛サロンの紹介動画を過去は上げてるんですけど、結構ね視聴者の方は言ってくれてるので、魅力ながらね集客に貢献できるんじゃないかなと思うのと、動画に関しては何かない限りは基本的には半永久的に残るものなので、まあずっと再生は回っていくので、この辺とかもねお店の SNS だったりとか、ホームページでその動画とかもね活用していただけると思うんで、特典としては1つ、あと無料特典もう1つあって、技術指導が2回まで、無料ということなんですけど、横浜の僕のサロンに来てもらうっていうのが条件になっちゃうんですけど、うちのテラピストによる技術指導を直接受けられると。だから初めて
脱毛を始める方でも、まあ、安心してね技術指導が受けられれば始めやすいかなと思うんで、あとその他オンラインでもね受け止まったりとかもできますので、この技術指導っていうのはさっきの2位のエピムムさんと一緒で有益なんじゃないかなと思ってます。有料特典の方は僕が直接購入者のサロンに伺って対談をするっていう動画をね撮らせていただきます。店内の撮影とかもそうですし、お店のアピールとかも直接僕とこう対談しながら動画にすることができるので、僕の中では有益かなと思ってます。であと僕は直接サロンに伺うんでプチコンサルをさせていただきます。経理に関してだったりとか脱毛に関してだったりとかマーケティングに関してだったりとか SNS に関してとかいろんな側面から購入者の方の悩みだったりとか質問に関して 2,3 時間ぐらいね時間を取ってプチコンサルをさせていただくということなんで、これから脱毛サロン始めたい方とか悩みを抱えている方は僕に何でも質問し放題ということで、ここもね一つ特典かなと、有料特典の中では有益かなと思ってます。で最後の3つ目が相互リンクですね。ホットペッパーだったりとかホームページだったりとか集客に関して、まあ、相互リンクさせていただくということで、やっぱホームページのパワーアップだったりとか加盟店ではないですけど姉妹店みたいな感じで、まあ、しっかりご紹介したりとかもできますので、まあ、集客面に関してはすごく相互リンクっていうのは有益かなと思って、この3つがセットで一応有料特典もありますと。あとは直接ね日頃のお悩みとかもねもちろんできる限りね僕は全部回答していくので、まあ、その辺とかは、大手さんにはない個人だからこそできる特典かなと思ってるんで、その辺とかも活用していただければなと思います。ということで今回はね脱毛器の購入特典編ということでさせていただきました。これに関しては僕の本当独断と偏見になるんで、あらこうだと思う方もいらっしゃると思いますけど、一個人のね意見だということでご了承いただいてご参考にしていただければなと思います。それでは本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。過去動画でね本体価格だったりとかスペック維持費アフターフォローもやってますので、全5つ、今回含めて全5つのシリーズものでしたので全部ね見ていただいて脱毛器購入の参考にしていただければなと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ではまた。はい、ということでご視聴ありがとうございました。この度、カズ社長公式 LINE アットが完成しました。簡単なアンケートに答えていただくとお得なクーポンや LINE 限定コンテンツを受け取ることができます。メンズ脱毛に興味のある方、これからメンズ脱毛サロンを開業しようと思っている方、概要欄に貼ってありますのでぜひ受け取ってみてください。